こんにちは。即解塾のコブです。先日ね、渡辺博之さんがご自宅のトレーニングジムで、まあ、お亡くなりになったというね、ニュースを見たんですけども、その後、今日ですね、今朝はびっくりしましたね。ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんもご自宅でお亡くなりになっていたということで、本当にね、お悔やみを申し上げるばかりなんですけども、いや、私たちはわからないもんですよね。あの、まあ、言ってみれば人生の成功者。 私たちロスジェネ世代とは程遠い成功の人生を歩み続けてきた人確かに才能や努力に日々切磋琢磨したそんな日々だったとは思うんですけども今ここに来てね志村けんさん亡き後と、まあ、お笑いという世界の、まあ、中核を担うと言っても大げさじゃないですよね田代正史さんもいなくなっちゃったですし。 上島竜兵さんを亡くしてお笑いっていう世界がやっていけるのかどうかっていうところなんですよねこれどうしちゃったんでしょうね本当にねご自宅でああいうことになってしまったっていうのはまあここでねいくつか私なりの考え方をまあ生意気ながら考察してみたいと思いますけどもまずはねロスジェネ世代にちょっとメッセージを送りたいんですよ私たちよりも5年10年 先を歩いていた、いわゆるバブルの世代。高度経済成長の絶頂期に青春を楽しみ、社会に出た時は完全なる売り手市場、つまりは働く人勝ちだったわけですよね。就職に悩むこともないですし、エンターテインメントは業界の枠も広がっていったその絶頂期に、社会に出て、競争はあったと思いますけどもね。でも、上島竜兵さんは成功のレールに乗って、まあ大物の 芸人さんとかにね、ものすごく支えられて、引っ張られて、テレビにも取り上げられて、私たちは上島竜兵さんのお笑いで、何度涙を流しながらね、腹をよじらして笑ったことかと、もう言ってみれば笑いの恩人だと思うんですよ。どうでしょうかね、ロステネ世代の同じく時代を生きる仲間たちに向けて、あえて送りますけども、この上島竜兵さんは、果たして私たちよりも幸せだったんですかね。 私たちの方が不幸なんでしょうか。単純に比較はできないですけども、なんかね、割り切れない思いがありますよね。というメッセージが一つなんですよ。生まれた時代が良かった悪かったでは語り尽くせないものがそこにあるっていうことなんですよね。上島隆平さんほど芸能界に揉まれ、自分を商品として笑われることも厭わずに、自らを子にして戦い続けた人生はなかったんじゃないかなと思うんですよ。 でそこに来てね、61歳。うんまあ、これから、大いなる王道を歩く、後輩芸人たちを育てる、業界の一億を担う。まあ、そんな後継者を見ていく、言ってみれば、激動期が終わった、とも言えるようなね、そんな時期に、なんでこうなっちゃったのかな、ということが一つなんですよね。うん。そして、もう一つは、やっぱりね、私たちは、 計り知れないですよ、人のことは。うん。あれほど私たちには、笑いを惜しげもなく送り続けてきた人が、こうしてね、笑えない現実を迎えるってことについて、うん、やっぱり、演じてる人ってのは、演じてない自分との帰りに苦しむのかもしれませんよね。ある VTuber の方が、悩みを打ち明けてくれました。そしてその方は、VTuber を辞めました。というのが、VTuber には、 自自分自身は全くいないな視聴者さんが増え続けるから偽りの自分をどん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 作り上げていってそして人気になったでも v t u b e という現場を離れると自分に声をかけてくれる人気遣ってくれる人は誰もいないそればかりかあれほど有名な VTuber になったのに街を歩けば誰一人自分のことを気づいてもくれないし認めてもくれない一体何だったんだろうかとその自分と自分じゃない自分に ものすすごく苦ししんででいいたらしいですともすれば自ら命をね終わりにしちゃうみたいな選択肢も何度か浮かんだらしいというのが売れっ子 VTuber さんの引退の理由だということで私のところに来てくれましたそして3点目これは何の証拠もありませんけども最近暴露系 YouTuber という方がいらっしゃいますよねもしかしたらこの方に自分の人生の尻尾を握られていたのではないかな いうところで自分でやったこととはいえ墓場まで持っていくはずのものがばらされるうちに自分から墓場に行ってしまおうかなというそんな選択肢を選んだのかなと思うとなんとも言えないですね確かに人は間違いを犯すものですずるいことをしてあわゆくはバレなければいいかなと思っている気持ちがみんなありますえそして正直に生きようぜという気持ちが 一本木になって、人の隠しておきたいという汚点をですね、明らかにすることによって人を救ったり、片っぽでは救わなかったりということがあります。これは上島隆平さんのことは全くわかりませんけども、ある芸能人さん、A さんがいて、めちゃくちゃ悪いことをしていた。そしてその約束、その悪いことをしたということをばらさないという約束を共にした人がいたとしますよね。 そしてその A さんはある時期自分の思いを改めてこれからまっとうに生きようかなと思い始めたそしてまっとうに生き始めていた時にお前昔こんなことやってたのに今更さ真面目な人間ぶるなよということで何らかの脅しでも取れるような行動をふっかけられた時にせっかく更生しようとしたのにやっぱり自分の過去は消せないもんだなということで絶望してしまうっていうこともあるかもしれませんある意味 有罪で服役すれば正々堂々と社会に出てこれる部分もあるでしょうでも下手に刑事罰民事罰に問われないとなると今度はね心理的な罪を心に負うことになるんじゃないかなと思いますまるでねまああの心に錠前をずしんとかけられたようなそんな日々を送る時にいっそも先立ってしまおうかなという気持ちにもなるのかもしれませんね これは上島竜兵さんのこととは関係ないですけどね。うん。まあ、芸能界という私たちの常識とは全く違った世界に生きる人だからこそ思う悩みというのもあるのかもしれないですね。いずれにしましてもこれからもねたくさんの笑いを届けてくれると思っていた突然の上島竜兵さんの訃報にですね心からお悔やみを申し上げて多分志村さんとかに 怒られるんじゃないですかね <laughs> まあでも本当にこの度は深くお悔やみを申し上げたいと思います上嶋龍江さんありがとうございました